アーム式、パワーゲートの昇降状態運転席に設けられたパワーゲートのメインスイッチパワーゲートは、貨物自動車における二役省力化装置の一つで、車両後部に装着して使用するエレベーターの一種で、極東開発工業の商標である。一般には、テールゲート昇降装置、テールゲートリフター、米国ではリフトゲート、英国ではテールリフトとも呼ばれており、大型トラックから、 軽トラックピックアップトララッッッックククピアプにに至るるまで幅広いい車種に採用されている日本では1964年に極東開発工業が商品化、極東開発と新名和工業との2社で OEM を含めて日本国内シェアの大半を占めている。パワーゲートは積み下ろしの際にゲートを展開して使う。動力は電動モーター、油圧、真空、チェーン。 ワイヤーなどが用いられる。走行中やゲート必使用時は、路面や荷台床面に対して、ゲートを垂直に固定して、荷台のアウリータとすることが多い。工事用作業車では垂直式が側面に設置されている場合がある。パワーゲートの弊害として、構造上ゲートを展開しなければ、荷物を出し入れできない、プラットフォームにつけられない、バンボディではドアを開けることができないなどが挙げられる。 このため、タックアンダー式のようにゲートを収納できる機構を持つものが登場している。バンボディではゲートを扉そのものとしたり、扉の一部とみなして、上の部分に扉を設けた設計が見られる。リフト付き版社イスリフトを2役に利用する例をもに、配送車で見られる。積載時は、トラックの荷台の高さに合わせたプラットフォームや、フォークリフト、 クレーンなどがあっても、荷下ろしの時はこれらの設備がない場合に、重いものや壊れやすいものを輸送する場合は積み下ろしに、人手や時間がかかっていた。その際にパワーゲート車を採用することで、2役作業員や運転手の負荷を軽減している。メーカーによって、複数の名称があるが、パワーゲートは、極東開発が、また、垂直ゲートは新名は工業がそれぞれ、商標登録している。 なお新名は工業の製品にも、パワーゲートの商品名がある。ありがとうございます。